エスプラザ TV のナオミとカホリです。今回のエスプラザ TV は第126回目のエスプラザ TV です。先週末はアンダー18 KCY 決勝トーナメントの準決勝を戦いました。三菱洋和と対戦し1対1からの PK 戦で残念ながら負けてしまいました。前期目の全国大会には届きませんでしたが、関東ベスト4という素晴らしい結果を出すことができました。選手の皆さんお疲れ様です。その他関東リーグなどの試合もあったので、そのまとめたビデオをどうぞ。エスペランスエースの井上海輝です。この前の三菱洋和戦では1回勝てば全国出場だったんですけど、 PK 戦で負けてしまいました。自分はロスタイムに点を取って同点に追いつくことができましたけど、最後の最後で負けてしまって本当に残念です。来年はこの悔しさをバネに絶対に全国行きたいと思っているので、みんなとこれからも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。エスペランサユースの北野智樹です。この最後の大会の最後の試合に出れなかったんですけど、本当に自分のせいで出れなかったんで、まあ、チームのみんなが最後まで頑張ってくれて、でも本当全国あと一歩だったんで、なんていうか自分が出れなかったことの責任の重さも感じたし、でもチームの来年のチームの可能性もすごい感じることができたんで、エスペランスユースの3年間終わったんですけど、来年の2年生が来年3年生になる今の2年生が全国に行けることを応援しているし、応援してください。よろしくお願いします。3年のアルブルディーゴです。この前の試合で2点決めることができて良かったです。
次は高円なんで4試合勝って全国行きたいです。応援よろしくお願いします。エスペランサジュニアユースの小原直樹です。前回の試合では、関東リーグ最終節だったんですけど、関東初ゴールを決められてよかったです。11月からは高円が始まるので、全国目指して練習していくので、これからも応援よろしくお願いします。エスペランサ3年の三田尚弘です。この前の試合は、4ヶ月ぶりですね、2試合連続のゴールを決められて、とても嬉しかったです。これからあと2週間後ぐらいですかね、高円が始まるんですけど、高円も、レギュラーになってしっかり、点を取りたいと思います。その点を取るための日々の練習を怠らないように頑張ります。最近はこのゴムが、エスペランサに入ってきたので、こっちが肩こう、ちょっと進んでたんで、以上三田尚弘でした。エスペランサジュニアユース1年の小泉です。この前の試合では、最初からエスペが攻めてたんですけど、点決めることができなくて、1点失点しまって、みんな焦っている中、後半の終了間際に、1点決めれてよかったです。試合的の流れとか、チームのチームじゃなくて、コンビネーションとかはうまくいってたんですけど、なんかみんないつもより気持ちが足りなかったかなって思います。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。まずはじめに私が「ケースエスト」「これは何ですか?」と聞きました。その後に「これは羊です」「エストエスオベハ」「オベハは羊という意味です」皆さんぜひ質問するときに使ってみてください。来週からエスペランサトップチームのオルテガ・アグスティン選手が J3 のチームにテストに行きます。皆さん、テストのうまくいくように応援してください。今週末の予定です。今週末は、女子の試合が土日ともあります。皆さんぜひ応援しに来てください。その他にもU13のカントリーグやU14の、試合などたくさん試合ありますので、皆さん予定を確認してぜひグラウンドまで応援に来てください。今回のエスペランサ TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバーイ。